はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はですね、あるものをゲットしてきたのでそちらの報告をしようと思います。それがこちら、ガンバライジングカードですね。今日9月9日にですね、レジェンドレアの配布があるというのを今日お昼のツイッターで、知りました。ということでですね、今日ちょっと昼夕方まで用事があったので6時ぐらいかな、名古屋駅の近くのお店に行ってですね、ゲットしてきました。まだな多分残ってるみたいだったので明日と書いてもまだもしかしたら残ってるかもしれないですね。はい、ということで今回ゲットしたのが、仮面ライダービルドラビットタンク4の、レジェンドレアですね。ちょうど先週かな、先週の日曜日9月こ、3日からかな、放送開始になっている新しいライダーですね。うん、いやかっこいいですね。はい、僕はダブルとかガイムが好きですね。でいろいろ見ていたんですけれども、今回のライダーはまたなんかなんていうの、仮面ライダーっぽい仮面ライダーっていう感じがします。まあカード見ていきましょうか。表面がこんな感じ。レジェンドレアってもこんな今キラキラしてるんですね。最近あんまりガンバライジングをやることがなかったので、ちょっと、そうですね。かっこいいですね。よし。いいね。で、後ろがバースト面がこんな感じ。おー。と。てか、新しいタイプなのかな？これは。メカニカルっていうのは。なるほど。これは強いのかな？わからないですけれども、でね、ちょっと昔のカードもだいぶ持ってるのでいろいろちょっとさばくってきました。これはいつのだろう、ドライブの時かな、どっちだ、あ違うかな、ドライブじゃないか、ゴーストの時かな、にやあの結構やってて、そうかな、その時のキャンペーンカードですね、これ。ウィザードのキャンペーンカードと、もう一枚あった。ああ、そうだね。ドライブの、最終フォームかな？両方とも。と、あと、この決め台詞ね。ライダーの決め台詞が載ったキャンペーンカードを2枚、昔手に入れたやつがまだ残ってましたね。で、あとは、これはもうね、だいぶ前、本当に、あ、でもドライブの時かな？これは。バロンのバナナアームズ。このカード好きでよく使ってたんですよ。バーストすると、これ、ロードバロンになるんで、めちゃくちゃかっこよくて、そう、当時気に入ってよく使ってたなっていうカードですね。で、あとは、これ、スーパーレアですね。これは使ったことがないんだよな。多分、引いたはいいけど、使ってないっていうカードかな。アマゾンの、なんだっけ。スーパーレアか、これ。昔のスーパーレアですね。そう。ということで、今いろいろやってきたわけですよ。昔から。そうでね、今回こうやってまたレジェンドレアを手に入れたので、またちょっとね、やりに行けたらいいなと思いまして、またそのうちやってこようかなと思います。で、今回、僕が好きだ好きだって言ってるダブルの、漫画家が開始記念かな。で、レジェンドレアがダブルのやつが1個出るんで、そう、それをね、ちょっとね、欲しいなぁと思ってるので、なんとか頑張ってゲットしようかなぁとは今考えております。またね、ガンバレイジングをやってきたら、その時の、結果なんかもいろいろお話できたらなぁと思いますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。15とかもあるね。昔のこの今ノーマルカードとかを探してると、ああルパン懐かしい、ドライブの時ですね。映画のキャラですよね、これ。なんだろう、ああチョコスナックか、懐かしいな、昔よく買ってたんですよこういうの。そう、いや懐かしいですね。はい、ということで、またガンバライジングの方もね、少しレジェンドレアをやろうか、レジェンドレアを取るために少しだけやってこようかなとは思ってるので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。
ということで、今回の動画は以上です。またね。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。